盾を持った敵、銃弾を反射させないとな。こちらもハゲになりましょう。なんでだよ。見た目変わっても強くならないからな。右壁からの反射だと、全然ハゲ頭に当たる気配がしないので、これは左向き。少し逸れると当たらないぜ。これは外れ判定。もう少し、角度をずらして、これなら、撃破。今度は盾がたくさん、そして爆弾。爆弾で一気に倒しますか。一人ずつでも倒せそうだけどな。あら、うっかり、爆弾で全滅したぜ。そして次、爆弾とガラス、とりあえず、これだけでした。変な形だと、射線はめちゃくちゃ跳ね返るぜ。当たった弾は返ってこないので、当たれば何でもいい。次、ボスだぜ。多すぎだろ。水色の射線ということは、貫通する銃、9発攻撃しなきゃいけないところ、一発で仕留められるぜ。たくさん跳ね返るように、ほぼ横向きの、この角度。いけー。勝利。脳トレ暇つぶしパズル、エイムエンドショット。木の箱は、簡単に壊せます。連続で撃つだけだぜ。白い壁は、弾が跳ね返るので、ただの壁。箱で射線が遮られるけど、タイミングよく倒せたぜ。ヘルプの人が横並び、当てずに、倒す。壁に反射させないとですね、このあたり。撃破。次は、もっとヘルプたくさん、貫通銃持ってるぜ。くらえー。この銃強すぎるぜ。さて、ボス、ただ壁裏いるだけだな。これなら、裏に弾を打ち込むだけで、勝利。ボタンに打ち込むと、壁奥の爆弾が破裂。スイッチ式だな。壁が2層構造だと、爆破が連鎖したぜ。爆弾に対して、ボタンが3つ、真ん中は不発。それなら、左？左も不発だぜ。では最後、右。猫たくさんいるぜ。箱の上に乗ってるってことは？撃っちゃダメだろ。箱だけ壊せてましたが、猫がびっくりするのでダメみたいです。細い道の真ん中に、猫いるぜ。その位置は邪魔すぎる。どうにか、猫を回避しなくては。ここですね。ふざけすぎんだろ。20回跳ね返って、敵の元に弾丸がたどり着きます。猫避けるの大変すぎるぜ。敵は左。だから、左スイッチ？罠かよ。ならば、右。ボスバトル。ボスは左右両方いるぜ。なら、右に撃って、片方爆破。そして、左を撃てば、全滅。簡単すぎるわ。うっすら、壁があります。この壁は動かないぜ。薄いのに、強い、ヘルプの奥に、敵。グレーの分厚い壁は、弾丸当てると、なぜか動きます。こっちのが重そうなのにな。グレーの壁で、直接攻撃。たくさんの盾で、爆弾守ってるぜ。何この状況、守るもの間違ってない？少し射線ずらさないとな。では、このあたり。まとめて撃破。グレーの壁、ガラス、スイッチ、爆弾。なるほどなるほど、壁でスイッチ押せば良さそう。右に移動させて、まっすぐ押し込む。撃破。そして、ボスバトル。ボスもガラスの奥だぜ。けれど爆弾のそばにいるので、また、スイッチを押しましょう。この射線、通るぜ。いけー。勝利。